ゴードンは、アメリカ海軍の輸送艦。ゴードン級車両貨物輸送艦の一番艦であり、ロー、ロー船である。もともと商船として建造されたが、海軍に買収し、改装が施された後、海軍の軍事海上輸送司令部に配属された。ゴードンは1972年にメガボルト、ジャツレンディアとして、デンマークで建造され、1973年6月1日に、 民間輸送船として就航した。1984年まで、ダイ重工業が運用し、その後に、アメリカ海軍が長期の要船契約をしている。さらに、アメリカ海軍が買収した後、ニューポートニューズ造船所にて、ロールオン、ロールオフ船に改装され、1996年8月23日に、ゴードン、ユートンズゴードンとして、再収益している。 艦名は名誉勲章受賞者ゲイリー・ゴードンにちなむ。この船は軍事海上輸送司令部が運用する28の戦略的輸送艦のうちの一隻であり、MSC ・大西洋急派部隊としてメリーランド州ボルチモアに配備されている。通常は待機配備であり、4日の準備期間で物資搭載が可能となる。ユートンズ・ゴードン。 United States Department of Defense Retrieved 2010年2月22日ありがとうございます。